こんばんみ、市村まさきです。2022年も残すところあと2日、今日は12月29日木曜日でございますけども、毎年この動画を作っています。毎年恒例、今年買ったギターを振り返ってみるっていう動画ギターだけじゃないかもしれないですけども、1年間振り返るっていうのはまあ面白いよねって。2022年今年の1月最初にね、僕はピックに凝ってて、ピックをいろんなね、久保くんが今頃凝ってるとか言ってるけど、別に時期は関係ないんだけども、ピックに凝ってものすごい数のピックを購入して使ってて、で、皆さんに一番好きなピックってどんなピックですかってアンケートをし始めたのをきっかけに、今年1年間いろんなアンケートをやってみましたと。結局そっから過小評価されてるギタリストって誰だと思いますとか、好きな女性ギタリスト、海外の、女性ギタリストに限って好きな女性ギタリストを募集してみたり、昭和歌謡で一番好きな曲は何ですかとか、キッスで一番好きな曲なんですかと、でツェッペリンの好きなアルバムどれですかって言って、薪を背中に背負ってるおじいさん4枚目っていう、ごくごく妥当な結果になったり、日本のロックアルバムっていうのをアンケートに取ったけど、その時の答えはバラバラだったのかな、確か。で、日本のギターイントロでキャロルの内海さんのファンキーモンキーベイビーが1位だとして、2位は何でしょうっていう、ちょっとだんだん少しずつ僕がへそ曲がりなポイントにずれていって、募集したり、でその後に僕がだんだんこの辺がね、仕事をしてるとマウス弾いてるかギターを回してるかどっちかだから、この辺が痛くなってくるっていうことで、マウスに凝り始めて、あなたのマウスはどんなマウスで一番いいと思いますみたいな、質問をアンケートをして、でいろいろ教えてもらって、とにかくマウスを買いまくったんだけども、結局一周回って元通りに戻ってきたみたいな感じはして、今も痛いんですけどね。整体に行ってると、整体に行くと一発で治してくれるけど、また何日かすると復活してくるんでっていう。おいで、いよいよ、ビートルズで一番好きなアルバムはどれですかっていうアンケートをやって、これもある種妥当というか、アビロードかなっていう。でビートルズの一番好きな曲はっていうアンケートを取った時に、レッド・イット・ビーが1位だった時から当たり前がつまらなくなっていくっていうと、ちょっとあれやけどもさ、ベレット・イット・ビーが悪いわけじゃないんだけど、あのリードギターは世界一のリードギターで、ギターを教える側としても、最初に初心者さんがちょっと難しいギターソロをマスターするんでもちょうどいいのがレッド・イット・ビーなんだけども、もうちょっとひねくれたいじゃないかみたいなことがあったりして、その時にストーンズで一番好きな曲はっていうのをやったり、あと、ゼッペリンの一番好きな曲はっていうのを今月やってみたら、ブラックドッグ、それは天国への階段を省いてっていうふうに言ったら、ブラックドッグっていうのが1位になったんですけど、意外と別な曲は来なかったねとか、いろんな、そういうアンケートが1年間楽しかった出来事、 YouTube で皆さんと共有したいろんな話で、今年の初めはね、そのマウスに凝ってたのと、キッスを弾くのに凝ってて、やっぱ改めてキッスのプレイって面白いなと思ってコピーしてて、それで2月にヤマハの SL500 っていうレスポールモデルを購入しました、こんな感じですけども、もうすでに手元にありませんけども、それでそのね、このレスポールを買った次の日にコロナにかかって、でコロナにかかっちゃいましたってことで、10日間の自粛とともに動画を作って、それが大勢の人に見てもらえたんだと思うんだけども、そんなこんなで、コロナにかかっててもしんどくはなかったんで、毎日ヤフオクとメルカリとあすことみたいな、10カ所ぐらいのインターネットの中古ギターは見てたんだけども、それで4月に、チキータタイプのロックソンっていうトラベルギターの黄色いやつ、黄色くてちっちゃい可愛いギターだからっていうで、買っちゃいましたと。バックトゥーザフューチャーのギターに似てるっていう可愛いやつね。なんだけども、こいつはね、さすがにね、小さすぎて、チューニング決めるのに2週間ぐらいかかったり、弦交換したり、いろいろ試行錯誤したんだけども、結構
果ネック細すぎて僕の手では弾けないと、抑えられないよ、無理だわっていう感じの答えにはなって、まあね、小さいギターって言ったらもうゾウさんが限界かなって、ゾウさんよりちっちゃいギターはちょっと弾けないなって、まあまあ、マンドリンとかウクレレは別楽器で、あの弦の数とかコースが違うんで、弾けるんですけどっていう、六本弦であそこまで細い短いちっちゃいギターはちょっと僕には無理だなっていう。で4月にサイケデリズムというこのギターを買いました。まあ、バッチリですよと。ね、すっげえいいギター買ったと、まあ、あっという間にピックガードを黄色に色を変えちゃいましたけども、まあまあ P90 っていいよねっていうのの、今までも何本も P90 がついてるギターは何本も買ってきて、でまあそれぞれにそのね P90 の元っていうのがそのギブソン社のものか、それ以外のところでいろんなメーカーで作ってらっしゃるから P90 の音って言われても一通りじゃないんですよ。その辺がたくさんのギターを買っていかないと一応分かんないことでもあったり、でもまあ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 、うんうん、ハンバッカーほどじゃないけどシングルコイルよりはちょっと温かみのある音だよねっていうピックアップのなんだ集約された感じのこいつを使う使い方みたいなのは大体僕の中では、うん、なるほどっていうところがあったねっていうののサイケデリズムというギターを購入しましたと。でその後に、まあ、これで結構もう満足したんじゃないかと、さすがにと、去年はね去年8本買って今年7本買ってね、そんだけしょっちゅうギター買ってりゃそろそろ満足したんじゃないのと、思うんですが、まあ、ヤフオクとメルカリが俺のことを話してくれないとで、ヤマハのねテレキャスのボディっていうのを1個買いまして、でそのネックを高橋さんという方にもらったネックを装着したらめちゃめちゃいい感じの設定というか、アーム付きのすっげえ弾きやすいギターができちゃって、その3期のサイケデリズムはもう20万円近いギターで、こいつは1万円もしずに作っちゃ出来上がっちゃったギターで、なんだろうと、まあそれ主に僕の YouTube 動画のほとんどテーマですよね。すっげえ高いギターとすっげえ安いギター比べても同じ音出せるやんっていうのが僕の、1万円のギターね、これをやっちゃうとでもあれやけど語弊があるからね、本当は語弊はあるんやけどっていう、弾きやすさとサウンドは違うからねっていう、ああ危なかったまあ、あの難しい問題だけど目つぶってても分かんないと思うんですよ、どっちのギターがどっちのギターの音なのかは。ただ弾きやすさと自分に馴染むものと好きな色っていうのがいろいろ関係してくるんで、でまあその次にプレイテックの黄色いストラトキャスターモデルを入手しました。以前には黄色いテレキャスターモデルを持ってたことがあっていろいろ改造したりしたんだけども、1本だけじゃあんまり多く語れないっていうのと、ストラトキャスターのプレイテックを
同じプレイティックでもストラトの場合 と、ローズネック指板の場合っていうのがあるから、一応僕が言ってることを証明するために買ったみたいなところがあったんだけども、ローズは湿気が足りないと割れちゃうやねっていうことの証、証明、まあ、いっぱいローズネックのギターいっぱい持ってるんだけどねっていう。でそれを買った直後の6月、同じ6月にズモライトモデルの、アンプセッティングは同じなのにものすごい歪むっていうね、これで独特なネックで他のギターと違いすぎて急にこいつを触ると弾けないよねって、こいつばっかり何日か弾いてないとね弾けないっていうんで、こいつばっかりずっと弾いてると今度他のギターが弾けなくなるっていう、かなりあ、さっきのあのトラベルギターのネックが細すぎて僕には合わないって言ったのの話と近くて、ちょっとネックが細すぎるっていう、まあ、こういうものも一応は結構僕がギター教室で教えてる生徒さんでベンチャーズ弾きたいっていう人が割と多いんで、一応持っておこうかなぐらいな感じではあるんですけど、あくまでもズモライトですから、ズモライトですから。でその次に8月にそのベンチャーズも好きだけどもカントリーギターが好きなんですよと、ノーキーエドワーズとともにカントリーギターが好きなんですっていうのの、もうまた証明っていうか、この形のギターはいつか買っちゃうと僕は思っていたんでっていう、アルバートリーのモデルの、ミュージックマンの廉価版の、スターリングってやつね。出力違うもんね、まあ、とはいえこいつの面白さはハンバッカーになったりタップができたりっていう、っていうところまで来ました。ほいで、まあまあ、これは、今、まだ、ピックガードを黄色に塗るか塗らないか迷ってるんですが、それでもう今年はギター買わないんじゃないかなと、もう打ち止めじゃないかなと、買わなくてもいいんじゃないかなと、ね、いうことで、ちょっと言い忘れてたんだけど、さっきのギターにチョコバナナっていうシールを貼って、本当にチョコバナナ買ってきた時に貼ってあったシールを剥がして貼って、で、こいつをチョコバナナ号と、言ってたところへ来てですね、チョコバナナ号パート2を10月にこのような、どなたかが改造したギターを入手して、とりあえず、まあ、いらないものは取っ払っちゃった状態で、こいつを入手した月にまたチョコバナナのチョコレートを買ってきたら、また違う種類のシールが貼ってあって、そいつを剥がしてチョコバナナ2号として、こいつを、入手して、ね、からこのギターばっかり触ってるんですよ今。
10月11月12月このギターばっかり触ってる。それくらいこのハンバッカーのこのピックアップが気に入っちゃって、さっき言ってた P90 よりもこっちの方が気に入っちゃって気に入っちゃって、あとはこの弦からの高さと距離とか、あと出力の問題でボリュームをちょっと下げてこう弾くとか、大きくするとこういう声よ、これちょっとちっちゃくすると、ほんでシングルコイルのリアを足すと、ちょっと明るくなる。もう一回戻します、ボリューム10トーン10でこっちのハンバッカー、このギター自体は19,000円高で売ってもらったというか、購入したんですけれども、このピックピックアップが26,000円ぐらいするらしくてほいでこのピックアップだけでもいいやと思って購入したんだけども、で今のところネックは太すぎてちょっと弾きにくいんだけど、そしてこっちもねちょっと大雑把っていうか僕好みの色ではないんだけども、なんか知らんこのギター気に入っちゃって気に入っちゃって、結果12月ですけども、結果アンティクイティっていうこのピックアップね、このピックアップと同じものを1個2個3個買っちゃって買っちゃうと満足するんで、まだ改造してない、全然、どれに改造するか装着するかは決めてないんだけども、まあ、とりあえず3つ買っときゃもう変わらんでしょうとね。今後ヤフオクですごく安いのが出てて、皆さんが入札してもどうしても、それ以上の金額を入札してくるやつがいるぞってなったらまた僕かもしれないですけどもまあとりあえずまあ3つこいつ合わせて4つ同じピックアップを入手したと。そうするとそのこれがあまりにもいいからすっげえ安いギターにこれつけたらすっげえいい音するんじゃねえのと、っていうのが来年の課題です。実はでもプレイテック今一本も持ってないんでどれに装着しようかなってのは迷ってるんですが、まあそのね50年以上ギター弾いてきてですよ、まあもちろん5歳とか6歳の頃は弾いてなかったけども、小学6年生であの音の音を聞いてギターを始めた僕が50年近くギター触ってきて、それでさっきちょっと数えたらね120本ぐらい今まで僕は買ってるっぽいんだけども、そんだけギターをたくさん買ってきたから分かってくることってのがいろいろあって、すごくめちゃくちゃなこと言えばさ、ピックアップがすごいいいとボディそんなにあれかなって、これ難しい話ですけども、エレキギターはよ、アコギとかは関係なく、エレキギターはピックアップが70% だと思います、サウンドので 10% が、ボディの木材とかこういうところと、あとの 20% は何ですかっていう、 20% はその人たちのこの手であったりするわけで、そうするとね、ローズがいいだの、メープルがいいだの、アルダーがいいだの、マホガニーがいいだのとかいろいろ言ってるんだけど、でもこいつの 70% には勝てないよねっていうピックアップ選びっていうのが重要になってきたり、それこそシングルコイルとハンバッカー変えると絶対に音変わるわけじゃないですか。誰にでも分かるように音が変わるわけじゃないですか、ピックアップを変えると。でもネックを変えたところでは
誰にも分かるほどのすごい差は生まれないんでね。音は変わるけど、ちょっとは変わるけど、めちゃめちゃ分かるよっていうぐらいの変化は分かんないんですよ、それは。って考えると、やっぱこいつが 70% だなっていうのがね、50年間かかってね。じゃあ今までのギターもういらねえかなと。来年から俺は断捨離していくのかなと。どん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 ギターを減らしていくのかな。さあどうなんでしょうかというところで、来年を迎えていきたいと思いますね。その他にも、このベースアンプとか、このミニアンプとか、あと大量のピックガードとか、ティンホイスっていう笛とか、テレキャスのボディをあと2つ買ってますかね、今年は。まあまあ、そんな感じで、人間は物を買うために働く。物を買うために生まれてきたんですよ。そういうことで。また来年の12月の終わりぐらいに、今年はギター買いませんでしたって俺が言うのか言わないのか、また1年後もお楽しみに、また来年ということで、まだ今年も動画作るかもしれないけどね。とりあえず、はい、じゃあねー。